突然ですが、変わった都道府県ランキングを見つけたので紹介します。変わったランキング？なんかちょっと嫌な予感がするな。どんなランキング？ぶっちゃけ一生いかなそうな都道府県ランキング。ほら嫌な予感的中。どうせ我々がベスト3とかなんでしょ。見るのやめますか？いや、まあもしかしたらの可能性もあるし、ベスト3じゃない可能性もあるし、一応見ましょう。ということで、ぶっちゃけ一生いかなそうな都道府県ランキング1位から5位まではこちら。あれ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 、我々言いませんよ。栃木さんいませんね。群馬さん6位から10位まではこちら。あれ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 、ここにも言いませんよ栃木さん。これしばらく出てこないんじゃない？群馬さん11位からはこちら。あ、出てきたね。うん、やっぱり出てきたね。というか、やはり北関東は上位なのね。首都圏なのに？ちなみに、ランキング下位はこちら。下位ってことは、行きそうな県ってことでしょ？静岡？ほんとかよ。これ逆に、印象が薄くて、投票すらされなかったパターンじゃね？つまり、我々は投票されるほど、印象には残っているということだ。そういうことだ。ポジティブですね。